が悪かったです。もうしません。来たっしょ。いらっしゃい。ありがとな。
いらっしゃい。ありがとな。これからどうする？お金下ろしてくる。いいじゃん。ちょっと待ってよ、逃がすか。殺してやる。しつこいやつだ。いらっしゃい。ありがとう。勘弁してくれよ。お、そこの兄さん、あんただよ。行けるな。俺らボコボコにしてやるよ。後悔する、
私は豚です。ブイーすっからがんだよ。許してブイやはりお気づきでしたか。さすがです、桐生一馬さんですね。お前はどうして俺をつけていた。ある人からあなたが東京に現れると聞いて待っていました。何？福岡でのご活躍も聞いています。たった一人で青山会長代行の計画を阻止したとか、堂島の竜は健在といったところですか。その口ぶりじゃ森永の手下ってとこだな。手下というよりは協力者という方がいいかもしれませんね。自分と彼は杯を交わすような間柄じゃありませんので。つまりお前は東条会の人間ではないと。ええ、同じ目的のために集まった同志といったところです。桐生さん、一つ確認させてください。なんだ。東京に来たということは、この一件あなたも関わる覚悟ができたと考えていいんでしょうか。答える必要はない。その様子だとすでに決意は固まってる感じですね。安心しました。どういう意味だ。いや、真島組長が死んでなおあなたが福岡から動かないようなら、いろいろと計画を修正しなければならないところでしたからね。真島はお前たちが殺したのか。さあ、仮にそうだったとしたらあなたはどうしますか。ここでお前を倒し黒幕の居場所を吐かせるだけだ。わかりました。では、あなたの決意が口だけではないということ、その拳で証明してみせてください。行きます。手加減しませんよ。やはり伝説の極道の名は本物ですね。お前が口を聞ける程度に手は抜いたつもりだ。早いとこお前の知っていることを喋ってもらおうか。
ぱりか。あなたもあの人と似てますね。あの人？ええ、冴島の兄貴のことです。冴島だと？どういうことだ？お前冴島を知っているのか？あなたなら私たちの計画を止めることができるかもしれない。ご無礼をお許しください。桐生一馬さん、私馬場茂樹と言います。挨拶はいい、早く話を聞かせろ。わかりました。今あなたが巻き込まれている事件の裏、森永がやろうとしている計画、その全てについてこれからお話しします。少しの間お時間いただけますか？ああ、いいだ。その前に場所を移してもいいでしょうか？できれば内密に話ができるところだと助かるんですが。逃げるつもりじゃないんだろうな。俺は一度札幌で冴島さんに頼んで見逃してもらっています。ですから冴島の兄貴の恩義に応えるためにも、これ以上逃げる人生を選択しようなんて思いません。冴島とどういう関係なんだお前？ね、その辺も含めお話しします。今はひとまず場所を変えましょう。桐生さんにゲロったことがバレたら俺の身が危なくなりますね。そうだな。すぐ近くにあるニューセレナという店なら顔が利く。そこでなら人に聞かれることもないだろう。わかりました。それじゃあそこに行きましょう。よっ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。ごめんなさい、お店まだなのよ。あら、桐生さん、
久しぶりだな、ママ。ちょっと内密な話がしたいんだが、場所を貸してもらえないか。そんな水臭いこと言わないで。せっかく久しぶりに来てくれたんですもの。今日は貸し切りってことにしておくわ。すまない。何か飲む？いや、大丈夫だ。そう？じゃあ私は奥にいるから、何かあったら呼んでね。ああ。それじゃあ、お前の話を聞かせてもらおうか。はい。それじゃあまず、森永が描いた絵について説明しましょう。今さら説明するまでもないことかもしれませんが、現在東条会と近江連合は全面抗争の危機を迎えています。大吾から聞いた。五部の杯を交わしていた近江連合の七代目が病気で余命いくばくもないと。ええ、七代目が亡くなってしまえば東西で戦争が起こるのはほぼ確実です。それで東条会は焦って福岡、札幌、名古屋の極道組織を味方につけようと幹部陣が各地へ飛ぶことになりました。名古屋には若頭補佐の安住、札幌には真島さん、そして福岡には堂島会長が。そして大吾は福岡で行方不明となった。会長代行となった青山、それに森永の裏切りによってな。そうです。当初の計画では堂島会長は山笠組のまだらめと共に殺されるはずでした。しかし計画は失敗。堂島会長とまだらめを取り逃した青山さんは勝手に計画を変更しようとしたんです。計画の変更？ええ、青山さんは堂島会長がいない隙に東条会を乗っ取ろうとしたんですよ。しかし青山さん、それに森永の本当の使命は東条会を奪うことではなかった。むしろその逆、東条会を売ることだったんです。売る？まさかその相手ってのは。そう、近江連合です。青山、森永は最初から近江連合に買収